うちの子のタトゥーを見せて。キショイってお前タトゥーなんか入れんな。はいどうも、しゅんたろうとなっちゃんです。めっちゃ雨降ってきた。え、マジで雨降ってた。しんげいちゃんとあの運転してな。誰かおんで手振んなお前。あ、降ってくれた。降ってくれた。降ってたって。今日はなんとプールにやってきました。いやは、お前の見てない。おい、お前20億が強かったんで。ほんまにカットしてない今の。めちゃくちゃの沸騰かな、お前。もううち晴れ女やのに。どこがやねん。もう大雨やねんけど。何とんねん今日。何ナンパされるかやろ。ちゃうわ。お前と遊びに来たね。遊びに来たね。結構、漏れてる。じゃあ、プール行きましょう。はい。レッツゴー。レッツミカ。晴れ女って嘘つきよ、お前ほんま。何やねん、お前これマジで。何やねん、これ。ほんまに何。まあ、そうやって手をこねん、お前。お前のそんな求めてない。これうちしんちゃんに思う気持ち。一緒。なんかごつく見えんねんけど、うち。で、ごつんやって、お前。おっぱいが大きいだけ。見てほら、プロレスだよね。ゴリラや。お前を。とんなや。今は夏みかんの着替え待ちですね。なんであいつの着替えなんか待たなあかんね、ほんま。そんなあ、ちょっとこれあかんわ。ガチカメラやから肌気持ち悪く見える。いやまあじゃあね、その顔やめて。昭和のグラビアみたいな。サイズおかしいってワンサイズ。いや赤いいの。はあ。もうやめろ。はあ。うざいってマジで。ありがとう。えらいやしっかりファン対応して。ありがとう。ありがとう。あ、おばちゃんやな、お前。かわいい子。いや、お前じゃないわ。あの子が100点やったら、うち何点？25点。これ見て、すごいで。お、入ってるやん、どう？いや、大丈夫。じゃあ、iPhone ケースどうでもええねん。じゃあ、やって。ちょっと待って、早行くぞ。うわ、やめろ。うわ、めっちゃいいな。はい、いいよ。お前も。おばちゃんと来てるんだよ、お前。うちのセクシーソフトから。ラーラー。ちゃん、うちの方手放すね。じゃあもうほんましんちゃん、あのお兄さんかっこいい。燃えて恋するベビーカッサーやしようから、お兄さんに恋したし。はちょっとお兄さんを言い訳してみてよ。いいよ、じゃあ唐揚げ一つとシェイクポテト一つ。お兄さんはどういう方がタイプなんですか？ちょっと待ってね。やっぱり小顔の。あ、うちか。なんでやねん。そうですね。そうですねって言った。めちゃくちゃ営業トークやん。呼ばれんねんで、うちの名前。だからここおるって。兄さんと離れちゃう。全然アイクされなかったけどな。もう一回アプローチしてきや。最後のアプローチのチャンス。いかんのか。お前、お兄さん頑張ってください。苦笑いしてはるかな。ちょっと恥ずかしくなっちゃったうち。乙女の切り替え。もう切れない。切り替え早い。次は来て、お前もう。それ来てもアイクされて終わりやな、ほんま。しんちゃん、しんちゃん、取って。しんちゃん、みんな、取って、あれ、違う、あれ、取って、ほら、ここ、取って、お願い、では、ちょっと待って、お腹痛い。席交代しよう、じゃ席交代して、お前、マジで。さっき、虫行ける言うたよ。蜘蛛の砂。じゃあ、今からご飯食べましょう。何買った？唐揚げと、マンゴージュースとか出た。どんな味に見る？いや、だって、この辺から出てきてね、うちの、ここら辺から。毛出てんのかなと思って。ほんまに違う。可愛いこと来たかった。違うぞ。可愛い子いっぱいおるやん。悲しかったけど、お前と思うよ、なんか。うちはしんちゃんと来れて嬉しいで。だって世界で一番かっこいいんだもん。冬みかんさん。夏みかんじゃ。ほんまにあれ登ってきてる。え？うちはマジでそういうとこでナンパされたことない。当たり前やん。海行ってけど、ある程度ナンパされんねん、女の子って。毎年結構行ってるけど、マジでされへん。学校のスクール水着とかで行ってるからか。二十歳超えて、なんでスクール水着で行くの？秘書行って、夏見て帰って。あ、ごめん、夏見書いてへんで。そこへ行って別にそういう逆な企画やろうが、海でされんかったらほんまに可愛くないってことやから。ファンの方はなしってこと？今日みたいな、ほら今日みたいなこと、お前ちびっこばっかりや。お前今日声かけてるな。それ逆何に見えんだよ、お前。お前しかもサムライみたいな髪型だよ、お前。よーい、スタート。よっしゃ、平泳ぎ対決。よっしゃ。早すぎるやろ。行けてる？カラコンある？あんま普段と変わらない。え、待って、カラコンフラー行ってる？
やば。待って、またゼロチーがする。最悪や、マジかよ。俺全然髪塗るくらい早いな。いや、うちガチでやってんねんけど。髪も塗るくらい早すぎや。うち、もうマジで。もう一回。もう一回やる。早すぎる。全然脱げへんもん、上半身とかも、ほんまに。どうやってやってんの？どうやってやってるかじゃ見本見せていい？やるで。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 泳いで見せてとか、走って対決するの？なんで気づかへんねん。ずっと走ってたの？あ、ないね。ずっと？え、ずっと泳いでなかった？ずっと泳いでなかった？ガチで泳いだって。はい、ということで帰ってきました。疲れたマジで。暑いまくったな。夏美さ、水濡れたからもうすっぴんやねほとんど。ほんまに。見る人やめてた。なんなん。はい、ということでどうでした今日。としんちゃんがめちゃくちゃ夏美とって楽しそうやった。あ、意外もその大概せよお前。あ、帰りたかった。いろんな可愛い男女で行っとってカップルで嫌な気持ちになった俺ちょっとほんま。でもマジうちスタイル抜群すぎていろんな人に見られてたで。ありがたいけどお前ほんま嫌な気持ちになったずっと。いやまあまあありがとうございました声もかけていただいてたくさん。次何逆何対決。え、そう絶対負けへん。ほんまに誰お前となんてせなあかんの。言っていい、ナンパの言うた達人みたいな感じやろ。誰が達人やろ。え、でもナンパされ慣れてんねやろ。いやもうナンパされ慣れてますね。うちはマジでされたことない。正直女の子が有利やけど勝てる気がします。なんこの意気込み。コテンパンにしたいと思います。最初はゲじゃいけん、はい、あいこでしょ、負けた。何のじゃいけん、分からへん。怖い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 。出て行って歩いて帰ってくれる。ということで、ぜひ夏美もコラボ上がったように見てください。はい、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。アマップで撮って。なんでなの。